武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間が60分で大問が3題出題されております。で、まあ、図を書くような問題や論述問題なども数題出ていたりします。問題数はそこまで多くないので、まあ、専用の参考書などでやる必要はないですが、まあ論述の問題など普段の学習の時にもしっかり飛ばさずに解くように心がけてください。で、問題の多くは記述式なので、用語の知識、用語の確認ですね、しっかりやっておきましょう。まあ、必修整理ノートやリードライトノートなど、基礎的な問題集のやり込みしっかりやって、まあ、取りこぼしがないようにですね、やり込んでおきましょう。で、まあ、時間に対しての問題数っていう意味で言うと、論述に時間さえ取られなければ、まあ、十分時間内に終わるものかなとは思いますので、まあ、ただ記述があるので、焦って答え書き、まあ、ケアレスミスで間違えるようなことがないようにですね、まあ、しっかりその書く練習をやって、まあ、全部の知識をなんとなく知ってるじゃなくて、ちゃんと答えが回答できるように練習することを心がけてください。で、割と問題数が多い以上、その範囲が結構広く出てくるので、苦手部分を作らずですね、しっかり全範囲網羅できるように心がけておきましょう。以上が生物の勉強となります。